とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのブン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 やってるやつ、使っていきたいと思います。はい。シアーダガー249、黄金です。黄金スキルが、輝き3。だね。まあ、この手数の多いやつとしては、相性がいいんじゃない？で、エンチャントがね、ちょっと微妙なんだよね。まあ、ここはさ、クリティカルで間違いないでしょ？こことここよ。強打は、まあ、すごく限定的だから、ここはもうチェーンだよね。強打なんてもう、ゾンビだけだからね。チェーンってね、俺ほぼ使ったことないのよね。使ってみよう、チェーンを。まあ、クリーパー対策とかにもなったりするのかな。で、こっち、チェーンをつけたとすると、爆発ってチェーンとなんか相性悪い気がするんだよね。敵がこっちに来ずに、チェーンで止まったまんまだから、敵を爆発させても、ダメージがあんまり入らない気がする。ということで、鋭利でいきます。鋭利は、どの武器に対しても、まあそこそこの、効果をね、発揮するので、いいんじゃないですかね。では行ってみましょうか。37は古代人あんまりいないよ。まあまあ行ってみますか。どうだろうね、初めてチェーン、ほぼ初めてだな。チェーン使うのって。でも多分ね、あんまり好きじゃなかったから、あれでしょ？監修のサイスか。あれが好きじゃないんだと思うんだよね。監修のサイスってなんかね、最初の頃、あ、これ嫌いだわって思ったのよ。それはおそらく、チェーンが、なんか微妙だったんじゃない？あ、でも、敵を逃がさないから、いいのか。なるほどね。改めて使ってみると意外と良かったりとかするからね。はい、おい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 。とんでもないのがおるぞ。もうポーションバリアで耐えるか。ポーションバリアで耐えるっていうこの方法でいきましょう。おい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 、防護ウィッチ硬すぎやろ。よし。オッケー。いけ。アースシェイカーもね、使いやすいっていうことが分かったんで、これは使ってます。アースシェイカーいいね。結構コメントで、アースシェイカーいいよっていうのを教えてもらってたんで、実際使ってみると、結構快適。しゃあ。さあ、ここはあるでしょ？ここには。あった。で、ハズレだよね。はい、分かってた。知ってる知ってる。よし。もうこのね、クールダウンショットの戦いにもね、だいぶ慣れてきたから、いい感じになってきたと思うよ。おい！やば！ほい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 ！勝ってえな！で、トゲだし、あ、なるほど。この、一発一発が軽いやつは、トゲのダメージがなんか、軽くていいね。なんか一発でかいやつとかだったら、トゲのダメージが痛すぎてね、いつの間にか死んじゃったっていうことがあるんで、あ、それに関してはよしだわ。まあ、とりあえず古代人いないかもしんないけども、探していきましょう。やばいね。もう三つ目の最後の方まで来たけど、ないな。やっぱ30いくつもあると、ない可能性が高いだな。おいおいおい。でもこのね、戦い方はね、これ面白い。面白い。これはね、なかなか楽しいね。ああ、やっぱりか。クールダウンなしもやっぱり、慣れればね、全然楽しい。しゃあ。ああ、勝てえというか、やっぱりこのシアダガー、若干ね、瞬間火力が低い。この、
アースシェイカーを入れて、まあ、なんとか、そこそこの火力ってぐらいだから、これ単体でのね、火力は、あんまりないんだな。面白いんだけどね。この、いや、この武器が面白いのかな。違うか。この戦い方がいいのか。で、クリーパー対策にも、このチェーンは、全然使っていける。うん。全然対策になるんで、チェーンはありだね。すごくありだと思った。この遠距離系を逃がさないように、戦えるっていうのも、一つの、いいところだよね。うん。まあ、重力だったらば、引き寄せるけども、これはその場に留まらせるので、まあ、余計なダメージも食らわないっていうところで、なかなか悪くはないと思う。ただちょっとつける武器を、ちょっと考えるべきところはあるんだろうね。じゃあ、もうこれクールダウンショットにこう慣れたら、もうこれ戻れないわな。この快適さ。まあ、忙しいよ。すっごい忙しいんだけども、ほんと快適。じゃあ、もう待たなくていいんだもんね。次の再使用時間を。待たずに使っていけるんで、すごくやりやすいです。ああ、やっぱこれいいな。これは最高。で、ここで、チェストの数37個全部開けたことになったので、あと1個洞窟が来れば、古代人確定。頼むよ。なかったね。もうなかった。うわ、残念。はい、ということで今日は、このシアラガー使ってみました。このチャ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 っていう音がなかなか気持ちいいよね。で、ちょっとね、問題だった、エンチャントのチェーン。まあ、これだけども、最初思ってたほど嫌なやつではなかった。よかったかな。これがあるおかげで、クリーパーが動いてこなかったりとか、あと遠距離系あれが逃げるのを防止できたので、全然使ってて、いい感じのエンチャントでした。もうあれは良かったよ。で、このシアーダガーだけども、このクリティカルとエイリがついてるにもかかわらず、火力が低いね。火力が低い。瞬間火力が出ない。まあ、特にね、味方回復とか、防護そこら辺の敵が出た時が、ちょっとね、時間がかかる。いっぱい囲まれた時が、苦戦することがあるので、火力がないな。まあ、このアースシェイカーをつけて、このクールダウンショットを使っていけば、まあ、幾分マシにはなるんだけども、なんだろうな。やっぱり火力が低いっていうところが、ダガー系のね、問題なのかな。まあ、使うとするならば、月のダガー使った方がいいのかもしれないね。あれは、謎の共鳴感がついてるので、あれにクリティカルをさらに入れて攻撃すると、火力は上がりそうだけどね。はい。まあ、今日はこんな感じで使ってみました。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。